だいぶ来たはずなんですが、まだ眉までは遠い。敵の数もどんどん増えていて。に感謝し、敬いなさい。二人とも、マルさん、どうしてここに。いや、どうやって。もちろん、うちの神様の力よ。世界がなくなったら、信仰もクソもないって説得し続けて、ようやくよ。あれがヤバいってのは、神様も十分に感じてたみたいだし、一時的に真意、拝借したの。なんて都合のいい神様の使い方。何言ってんのよ、妖精。神様なんてのは元よりご都合主義の塊よ。やろうと思えば何でもできるくせに、めんどくさいからやらないってのが神よ。そんな神様が珍しくやる気を出したんだから、もう獣と思いなさい。それにね、駆けつけてるのは私だけじゃないわよ。ハリエット様のために、ガーディアンのために、世界を救うために、これだけの人々が集まっています。ガーディアン様、ハリエット様、頼みます。障壁付近にて広域で戦闘発生。敵の気がそちらに向いています。所詮は意志のない化け物どもよ。より大規模な戦いの気配があれば、そちらにフラフラ寄ってくわ。みんなあなたのために来てくれたのよ。それに応えられなきゃ、伝承に名を残すガーディアンとは言えないんじゃない。Look at! Look at! Look at!
人間がここまで息汚いとはさ、愛争うことしかできなかった奴らが途端に手を組み反抗するとか、怒りより呆れが先に出てくるよ。人と人は分かり合えます。いや違うね、人と人は争い合う、それは歴史が証明している。争った歴史と同じだけ人が手を取り合う歴史もありました。歴史の崩壊は常に人のおごりからだ。どのような文明もほころびは人の存在から生まれている。だからこそ僕たちは人こそが不要と結論を出した、フォトンこそ不要と答えを出した。宇宙には人こそ不要だと、そう結論を出した。さすれば争いは生まれないと。そろそろ戯れは終わりとしよう。邪魔な結界を排除し、わらわら群れる愚かな奴らを押し潰す。ここは僕たちの世界だ。奇跡も何もかも僕たちの思うがまま。どれだけあがこうとも結果は変わらない。ハリエット、皆が死ぬ様を見るのが怖いようなら目をつぶっていてもいいよ。いいえ、私は目をそらしません。私の信じた皆は必ず困難に打ち勝ち、そして私を